てね、よろしくね。今日も頑張ろう、楽しもうね、始まるよ。ギタビンチャンネルへようこそ。生きたい大のギター弾き、マサヤヴィンテージでございます。今日は泉谷茂さんをやってみたいと思うんですけども、泉谷さん今はもう俳優の中でも輝いていらっしゃいますが、鮮烈にデビューされてですね、ギターをかき鳴らしながら、デビューされたわけなんですけども、当時の雰囲気の、曲を何曲か簡単にやってみたいと思います。まずは白雪姫の毒リンゴ。かっこいいですよね。ほんまかっこいいな。これは泉谷さんの作詞作曲じゃないんですけども、これで、鮮烈にデビューされた、だったと思います。それから、まあ、時が経って、黄金鏡時代っていうアルバムが出たんですけども、まあ、黄金鏡時代有名なんで、その中の曲でですね、ちょっと変わった感じの好きな曲があるんですよ。暗闇町、牛町通り。ちょっと鼻声なんですが、寝起きで鼻声です。ごめんなさい。覚えられない暗闇町、なかなか歩けぬ牛町通り。誘いに乗るかと誘い、その手に乗るかと、その手に乗って、今日も始まるネクラ。その手に乗るかと、その手に乗って、今日も始まるネクラ。アコギ一本では今でもそうですけどね、今でもコンサートライブやってはりますけども、すごいやっぱりなんて言いますか、迫力のあるギターを、弾かれる泉谷さんでございますが、泉谷さんもまたね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それじゃあまたお会いしましょう。